セイナ選手バイアスバーサスバイクロー選手でいいですかね。バイク、バイク、なるほど。なんかパッと見2人目の方はバイク使うのかなって感じがしないでもないですが、レッドゾーンとかのね、まあ、名前ブラフの可能性もありますよね。ちょっとね、セイナ選手は DM グランプリセカンドの覇者、セイナさんってあれだっけ、天文の鍵を持つ男はジャッキーさんですね。ジャッキーさんか。セイナさんは、DMGP セカンドで、はい、マーシャルクローラーのループを使用して優勝されましたね、はい、ありがとうございます。シークレットテック入りのデッキだそうですよ。シークレットテック入りのデッキになりますね。それは後々分かりますね。はい、でバイクロー選手が前期ランキング79位、お強い、愛知で8位の地元のプレイヤーです。これはね、愛知の方々気になっちゃうんじゃないでしょうか。そうですね。そんなセイナ選手、シークレットテク、ね、シークレットテクリデッキ VS バイクロー選手、まだバイクかどうかわかんない、愛知の方々、まあどうなんでしょうね、はい、気になるところではありますね、はい、という試合をこの後お送りいたします、はい、メモっとく。セイナさん対バイクロー選手ですね。バイクロー、さっきなんかバイクを売るなら、バイクを売るならこれ言っていいのかな。そんな CM なかったでしたか。ありますあります。 あれバイクローじゃない、あ違う、バイク王か、バイク王ですね。バイク王失礼いたします。どこまで触れていいのかなみたいな、ちょっと分かんなくて俺も分かんなかったから、あのマッチーさんに譲りました。脳みその中でなんかそんな流れてたけど、あれ近い、ね、バイク王ですね。バイク王ですね、はい、まあ、バイクロー。まあでも一文字変えればまあ確かにできますからね。まあ、そうですね。はい。で画面の方でちょっと我々の前のモニターにはちょっと映り始めましたが、もうすぐあのお二人があのそのね、今日何度も話題になっている矢倉の上に到達して、うん、そうですね。あのシャッフルを始めるんだと思います。そうですね。はい。いやでもバイクロー選手、はい、79位ですよね。なんかちょっとメモリ忘れましたけど。そうですよね。79位の場合は、あのちゃんと100位以内なのでワンバイを手に入れてるはずなんですよね。なるほど。なので1回戦はまあ不戦勝みたいな形ですね、はいはいはい、なるほどなるほど。そこから4勝0敗、いや倍明けでちゃんとやっぱそこから4勝0敗して今 5-0 なんで、うん、ちゃんともう間違いなく2人とも強い、強いですね。いやもうバイク温まってますよこれ。温まってるし、まあ、バイクなのかって話ですよ ね、まあ、ですね。これでも間違いなくデッキも温まってますよね。いや温まってます ね。いやお互い5勝0敗でやっぱ、はい、もうここまで来たらもう全勝で予選通過したいですもんね。したい。全勝気持ちいいですからね。やっぱ序盤負けなければ負けないほどオポ上も有利ですもんね。そうですね。オポーネントって言って、はい、まあ同じ7勝2敗とかでもこっちの方がちょっと順位が高いっていうのはあるので、まあ序盤に勝ってた方がまあ後半そのちょっと負けた時にオポーネントが高いと、うんね、いうことで予選抜けの確率が高いと、はい、予選ラウンドがまあ8回ありまして、8回でしたよね。今日は9回、今日9回です、9回、失礼しました、9回あって、でざっくり言うと大体なんか7勝2敗ぐらいにラインができますよね。そうですね、予選通過できるかどうか、うん、でその時に今、ね、説明いただいたオポーネントパーセンテージというものが関わりだしまして、序盤負けなければ負けないほど有利な仕組みになっております。そうですね、はい、なのでここはお互いどっちも負けられない試合と、負けられない、負けたくない、負けたくないですよね。そうで特にやっぱり2回しか負けが許されないみたいなと、やっぱり2回まだ0敗だったら余裕があるじゃないですか。そうですね、リーチじゃないんで、1回負けるとあ、いやーもう次かもみたいなことが思い始めるんでね。いやここで2連敗しちゃったらみたいな感じになるんですよね。なので、まあ、そこも含めてここでは負けられない試合と、はい、そんなどっちも負けたくない 5-0 対決、5-0対決、6回戦ですね。おこの後ご覧いただきます。画面の方ね、もう2人が映っております。左側がセイナ選手で右側がバイクロー選手でございます。名古屋の仲良さそうなプレイヤー。確かに確かに確かに、セイナ選手も確か愛知県ですよね、確か、はい、そうなので、ね、まあちょっと普通にやっぱ普段の CS とかでも交流のある方なのかもしれないですね、うんうん、あ可能性高いですねそれね。あなんかそんな気がしますね、雰囲気からこの慣れてる感じね、お互いのデッキを知ってる可能性すらありますね。あそうですね、うん、確かに、いや、はい、ちょっとみたいな、俺不利だよみたいなこと言ってる言ってそう言ってそう、なんかで言いながらあの宿題やってないと一緒で、実は俺のが強いって思ってるパターンありますからありますありますはい、そんな2人の激戦の模様はあのここからまたあのお二人中心に話を進めていただいて、はい、私は横でチャチャを入れるポジションで宣伝したいと思っております、はい、お願いします。はい、あコメントの方でもセイナさん愛知県ですね。あそっかそっか、同じで あ、はい、ありがとうございます、フォロー。
さっきあのセイナーさん実はあの初めてちょっとご挨拶させていただいたんですけど、はい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 、あのすごい自信満々みたいなあの感じで、あの今日は自信があるんですみたいな、はいはい、であのデッキもさっきシークレットテクがどうこうって書いてあったんですけど、なんかちょっと変わったものを使ってるそうなんで、まあ、ちょっとデッキの内容からいろいろと楽しみな、かなり自信はあるそうですからね。おーシークレットテク、どんどん期待が膨らみます。何が、そうですよね、いやもう見たくて見たくて、ね、たまんないですね。何を、うん、ぜひね、左のセイナさんがお使いいただくシークレットテクに、ね、ご注目いただきたいと思います。それでバイクロー選手も何を使ってるかですよね、うん、だって 5-0 ですからね。そうですよ ね、 です、 ね、はい、すごい気になります。やっぱしかも全国100位以内で、うん、まあ、今回の GP1、うん、バイで来てるので、そういうワンバイとか、まあ、バイを持った選手が、まあ、どんなデッキを選んでいるのかっていうのは結構なんか僕の中で楽しみなところで。確かに、そうなんですよ、結構そのバイを持っているプレイヤーとバイを持っていないプレイヤーでもデッキ選択が変わってきたりするんですよね。そう、なんか例えば2バイ持ってるから、その3回戦からだから、まあ、なんかちょっと自分の中で、まあ、調整しててこのデッキはそんな上がってこないだろうっていうデッキが、まあ、その1回戦2回戦で振り落とされて、まあ、3回戦にいないだろうからみたいな、そういうなんかメタ読みみたいなものもあるので、やっぱなんかバイ持ちとバイ持ってない人ではちょっとデッキ選択もまた変わってくるのかなと。確かにバイがないとより広いのになんか受けれるようにしとかないと怖いですもんね。そうなんですよね。なので知り合いとかと僕も調整してて、やっぱいやなんか自分はバイ持ってないからこういうリストになりそうかなみたいなのも話してたんで、はい、なるほど、それは確かに不戦勝がある大会ならではのね、そうですね、面白いテクニックですね。さあ先行を取ったのはバイクロー選手、バイクロー選手ですね。果たして本当にバイクを使うのかどうなのか。バイクだったらアポロヌスとかになるんですかね、うん、確かに確かに、なるほど。さあ予選6回戦ですね、はい、お願いいたします、はい、スタートしていきました。あ、ボルカニックナウ、ボルカニックナウということは、あ、チャージですね。思い当たるのは、うん、まあ、5色のコントロールデッキですかね、はい、ですかね。さあ一方の画面左がセイナ選手のターンですね。まず1ターン目のマナチャージ。さあバイクとはまあとりあえず歩道通そうだな。お、これはブレインスラッシュのプロモですね。あ、そうですね、あ、そうかそうか、ブレインスラッシュの、はい、そうですね、これは昨日発売された本に、はい、まあ、付録でついてくる、すでに集めてると。宣伝ありがとうございます、わかりますいやこれね、イラストもねかなりいいんですよ。いいっすよね、あれね、はい、革命人写ってて、うんうん、僕結構好きなんでこれもう昨日のうちに集めましたさあ一方の右がバイクロー選手、デドダムをチャージしてターンですね、はい、これは5色コントロールと見て間違いないのかなと思いますね。そうですね、ガイアッシュとかを使うやつですか。5色コントロールの方はガイアッシュよりは、はい、あ、これは未来設計図からフルスイングジャイアントですかね。マナに置かれてるのフルスイングジャイアント、墓地のカード全部マナゾーンに置いて一旦に1回マナから召喚できるって、あのグレートフルベンみたいな、はい、そうですね、はい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 、なんだこれ、これはおそらくなんですけど、はい、ブレインスラッシュが見えているので、まあ、最近でいうブレインチェインって言われるようなデッキタイプで、はい、まあ、5ターン目5マナの時にナウアネバーからロマノフ2世を出して、はい、そこから呪文を連鎖させていってフィニッシュまでつなげるような、はい、そのデッキ実はマーシャルクローラー使うんですよね。なのでもしかしたら、まあ、彼はマーシャルクローラーで GP を取っているので、またマーシャルで取りに来た可能性ありますよこれ。そんな劇的なドラマのようなことがさ起こるのか。さあとりあえず未来設計図で6枚見てクリーチャー1枚回収で、回収したのはデドダムですね。いやこの未来設計図入ってる構築はなかなか僕の中で見たことがないので、はいはい、ちょっと珍しい。確かに今チャット欄でもこれブレスラチェインじゃないのみたいな言葉を書いてくださってる方もいますね。そうですね、なんか本当にそれかもしれないですね。これいや、しかもプレスラのプロモが出た直後に使ってくれてるということで、それだけ気合が入ってるという。さあ一方の右側のバイクロー選手の3ターン目で、はい、あ、法上法上ですね。さあ1枚ブーストして5マナ以下で済んでワンドロー。さあこれはまあいわゆるゴシーザーディとかゴシーネバーとかなんか言われるデッキタイプ VS そのブレスラチェインですね。なんか相性とかフェアリーさんありますかこれ。そうですね、なんか僕の中では、まあ、基本的にどっちもナウアネバーから動くので、はい、まあ、5色コントロール、まあ、右側の方が、次にナウアネバーを唱えて、ね、ザーディクイカから、まあ、ロストリソールなんかを唱えた日にはもうそれだけでゲームが終わってしまうのかなとも思いますし、うん、はい、まあ、逆にセイナ選手が、
まあ、次のターンにナオアネバーからロマノフを出したらそれだけでゲームが終わってしまうので、うん、まあ、ここでとりあえずちゃんとナオアネバーを先に打てた方が勝つのかなと思いますね、はい、さあお互いに動くターンが同じだからこそのさあ先にさあいけるかバイクロー選手というところですね。セイナ選手のマナゾにあの子いますね。ブライゼナガーと VT ですね。あ、ゴマナここ持ってるか、ナワネバ ナワネバおー、ただザリキルか言ってた動きがテイクストライフが測れますね。お、外資改造入ってましたね。外資改造入ってますね。マキさん、正解ですね。さあ、その後にそれはそうと何の呪文を使うかですよね。そうですね、問題ここですね、うん、ロストリソールなんかがあったら結構即打ちしてもおかしくないようなちょっと考えてますね。そうですかね、これね。そうですね、何かまあどんどんモルカニックナウや何かリソースを広げる札、うんうん、もしくは墓地にナウアネバーがあるので何かまだあるのか、うん、そうか、ナウアネバーでまあ外そんな強い動きじゃないですけど外野シカイザー出し入れして2枚ドローとかでもとかもありますよね。お、ここはブレインスラッシュ、あ、ブレインスラッシュ、これ墓地から外野シカイザーを蘇生しましたね。外野シカイザーを釣り上げてきましたね。さあ蘇生か、水と闇が両方いると両方使えるんですがまあ片方しかいないので、とりあえずブレインスラッシュで蘇生してターン終了時に相手破壊して1枚ドローですね。この外資カイザーを出すことができたのもナウアネバーでエクストライフが剥がれたおかげなので、やっぱこのネバーザーディっていうこのコンボ強いですよね。強いですね。まあ、何もなかったんですもんね、墓地にはもともとね。そうですね。さあこれはここはナウアネバー、ナウアネバーお互いしっかり打っていきました。さあオドユには置いて、あ、ロマノフ2世だ、うん、さっき言ってたパターン出ましたね。さあ効果で、デッキの上5枚をこれ一旦墓地に置くんでしょ。一旦墓地に送りますね。でその中から、6位以下のおお、ちゃんとブレインスラッシュありますね。とこれ真ん中は神アートのどちらでしょう。これザーディクリカか、ザーディクリカ、いやドルファティロム、ザーディクリカっぽいですね、うん、多分ザーディクリカだと思います。アスコーラーとかも入るんですね。そうですね、結構このこっからブレインスラッシュとかを絡めて呪文をどんどん唱えていって、一旦に5回以上の呪文を唱えることが容易なんですよね、はい、なので最終的にスコーラーを出して追加弾を獲得してみたいな動きになるので、うん、ここはザーディクリカを、ブレインスラッシュを使ってザーディクリカを出したっていう、ね、っていう流れだと思いますね。さあザーディクリカの効果これ連鎖していきますね。これでまたあれですか、ナオアネバー使って今手札にあるロマノフにしてまた出してみたいなっていうのもありますし、まあ、これそうですね、ブレインスラッシュを唱えた時に盤面に水と闇がある状況を結構作りたいんですよね、この敵は。ああ、なるほど、ドローもちゃんとしたい。そうですね、なのでここは今ザーディクリカがバトルゾーンにいるので、もし墓地に今ロマノフが落ちていたら蘇生呪文ブレインスラッシュでロマノフを蘇生すると水と闇が盤面に出来上がるんですよね。 なんですけどここはロマノフが落ちなかったのでまだナオネバでもうちょっと山札5枚めくってちょっと賭けにはなるんですけど、はい、ここ5枚ザーディクリカこれは呪文があれですね。あ、そうかそうか、呪文がそもそもないんですもんね。そうですね、オドユニワ のこれ下のマナのカードを1枚ボスに送って2ブーストする効果しかないので、はい、これはちょっと止まってしまった形にはなりますね。そうですね。さあ、下の呪文でちょっと名前忘れましたがマナ1枚墓地に送って、タップして、2枚ブーストします。だからここは結構そのロマノフとかがちょっと不確定要素を含むカードなので、はい、できるだけその、まあ、めくり方次第にはなるんですけどその不確定要素を少しずつ少なくしていって、うん、まあ、そのブレインスラッシュで安定して3ドロー1枚捨てとかからもう飛行その公開領域広げていってもうどんどん安全に安全に連鎖するようにしていくデッキなんですけど、うんうん、今回はまだ挑戦しないといけないロマノフが止まってしまったので、まあ、ちょっと残念な形になりましたね。そうですね、一度これでターンを返す形になりました。さあ、これでとりあえずザーディクリカの、左側セイナ選手ドローして返しの右側バイクロー選手はデトダムですね。でもここは6マナーですが、まあ、でもブレインスラッシュとかはそうか打ってもしょうがない感じですかね。そうですね、さあなんかここは、まあ、一旦落ち着いてデトダムなんですけど、あ、ブレインスラッシュ墓地に送りましたね。送りましたね。そうでもこのターンバイクロー選手は残り3マナーだと大したビッグアクションは強いアクション取れないですかね。はい、取れなそうなので一旦単回しました、うん、さあ、てなるとセイナ選手これこんだけ墓地も溜まっていますので、まあ、公開領域かなり広がっております、うん、しかもマナもオドユニアの下の呪文面で伸びていますので、はい、これは普通にロマノフを出すこともできますね。そうかそうか、普通に7マナ払って出していいわけですね。そうですね、その場合だと水と闇が盤面に揃ってしまいますね、はい、
あとはもうマナが結構伸びて8マナとかまで行くと8マナマーシャルクローラーから入ったりもしますね。ついにもうライブラリーも残り8枚ぐらいしかないですよね、これ確か。そうですね、結構ロマノフを出すと山札を減らす速度が異常なので。ちなみにセイナ選手のこのデッキなんですけど、これ最終的にどういう流れになるんでしょうか。はい、これ最終的に、まあ、結構人にはよるんですけど、はい、まあ、シャコガイルが入っている形もあれば、あとはゴッドの試練がゴッドの試練でループして、まあ、追加弾を無限に取って殴って勝つみたいな感じのどちらかだと思いますね。まあ、確かに蘇生系の呪文いっぱいあるんで、確かにアタッカーぐらいだったらボコボコ並びそうですよね。まあシールドのなんかシールドにそのフィニッシュパーツ、例えばゴッドの試練とかが落ちていても、うん、まあ、マーシャルクローラーを使うことでシールドの縦落ち系を行うことができるので、はいはいはい、なんかそのためにブライズナガも入ってたんですかね。そうですね、ブライズナガはこれめちゃくちゃ強くて、うん、あの連鎖していく中でブライズナガ出すじゃないですか、うん、はい、エクストライフも込みで6枚とかシールド取れるんですよ、うん、その中にあの1枚じゃなくて2枚、例えばブレインスラッシュとなんかインフェルノサインみたいな、はい、その蘇生するようなカードがあったら、本来は1個ストックしかないその蘇生ストックが2個に増えるんですよ、うん、2個に増えるともうどんどん安定性が上がっていくじゃないですか。なのでそういう感じでもう一気にマーシャルクローラーとかブライゼナーガみたいなカードはストックを増やすカードとしてこの時は使っていきますし、ザリクリカがいる状態でブライゼナーガを出すとこれでまた水と闇が揃うのでブレインスラッシュの条件達成と、ということはもうバイクロー選手にターンが返ってこない可能性がある。現状かなり高そうですね。高いんだこれ。しかもセイナ選手、うん、山札の下から5枚は未来設計図で固定されているので、はい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 、なので、はいはい、あ、そっかそっか。例えば今山札が、8枚なのだとしたら、上2枚その5枚ロマノフでめくったら上2枚に呪文をちゃんと固定していれば、うん、何がめくれるっていうのはもうセイナ選手分かっているので、今もうめちゃくちゃ多分計算してるのかなと思いますね。いや、これもシークレットテクの一つなのかもしれないですね。そっか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 。ロマノフ2世でめくっていくデッキの都合上やっぱ5枚ずつなんで、どうしても運ゲーにはなっちゃうところをやっぱその2枚同時にめくって蘇生で1回外してもいいやにしたりとか、ね、あと未来設計図で下をちゃんと見たりとか、結構細かいテクが大変ですね。なんかこの大舞台で回すっていうのも。いや、そうなんですよ。でもやっぱセイナ選手ちゃんとこういう大舞台に慣れてるからか、まあなんか慎重にもうプレイしてますよね。なんだこれ。これは襲来鬼札王国ですね。墓地からコスト8以下のフリーチャーを蘇生していきました。ザリクリカ、ザリクリカですね。でこれで山札が1枚減りましたね。あ、そこそこエクストライフで1枚いくからですね。そうですね。こういうところも全て計算した上でプレイしていかないといけない。いや、これでも未来設計図序盤に言うたらめちゃくちゃ強いですね。そうですね、確かに2ターン目のあのターンからこう布石を打っておいたという。そうですね、未来設計図で3ターン目に初動、まあ、デトダメとか、はい、そのオドイニアの呪文面を持ってくることができますので、はい、まあ、安定させ初動を安定させつつ、まあ、ボトムを固定することができるので、後半山札を掘っていって少なくなった際に、うん、もう確定にすることができると。うーん、いや、これ素晴らしいカードですね。すごいですね。さあ、ここまで5勝0敗できているということで。そうですよね、何はともあれ、まあ、ここからね、ちゃんとしたもう最後まで何か見せてくれると思いますね。メタ使われるメタの主流がどちらかつという盤面を止めるタイプに移ってきたから、より輝きやすくなったデッキってこともあるんですかね。そうですね、最近だったら強いメタクリーチャーが今ボンキゴマイムとかなんですけど、ボンキゴマイムの影響をほぼ受けないので。関係ないですもんね。関係ないですね。トコシエの超人とかが逆に減ってるんですよね。さあ、ここでブライゼナーガの登場でシールドすべてをブレイクします。さあ、ここでトリガーが言ってた2つあったらいいみたいな話ですよね、さっきね。そうですね、ここでエクストライフも相性いいですよね、うん、さあ、ここでトリガーがまず何が何枚見えるのかっていうところが、まあ、蘇生とかナウネバみたいなカードが2枚めくれるとかなり強いですね。おが1枚でした。ここ1枚1枚ってことは、まあ1ストックなんで、まあストックは減ってないですね、うん、なので、でもここでうまくマーシャルクローラーとかにつなげることができれば、そこから手札のシールドトリガーを複数枚使ってストックを増やすこともできます。さあ、現在ナオアネバーからザーディクリカ出し入れで、さあ、効果で使う呪文を選んでますっていうところですね。これで使うのがブレインスラッシュで水闇どっちもいますので両方使うことができます。3枚ドローして1枚捨ててマーシャルクローラーを蘇生。あ、来たマーシャルクローラー。
さあ出ましたね。こいつは、好きな枚数ですかね、手札を。そうですね、シールドに入れた後それを回収する、まあ、手札のシールドトリガーをあの好きな数使えるみたいな感じの効果になりますね。なのでやばいことしか起きないですよね。やばいですね、このカードは基本的にもうやりたい放題ですね。さあ何年ぶりなんだというこのマーシャルクローラーですが、おお、ネバーネバーブレインスラッシュネバーブレインスラッシュ2枚か。しかもこれで呪文は5回唱えてるんじゃないですかね、多分。あ、そっか、そうですね。ということは、はい、1回見えたあのカードですか。そうですね、あのカード。あのカードもそろそろ使えるのではないかと思いますね。そうですね、ナウンアネバーと、あとこのマーシャルクローラーの蘇生と、まあ、てかもうそれ以外にもまあいろいろもう、あ、そしてここでフルスイング、あ、ここで、ここでね、2段目の伏線が。サブ、フルスイングジャイアントが出ましたね、うん、ブレインスラッシュで。からのナウンアネバーでディスアイチョイスですね。ディスアイチョイスを出し入れ。そして3枚目は、ブレインスラッシュの処理で、お、断尺が出てくる。断尺ですかね。これ最後殴るんですかね。最後殴りそうですね、このままだと。けど、まあ何かシャコガエルのようなカード、もしくは、まあ、ゴッドの試練があれば。はい、さあ、とりあえず、フルスイングジャイアントで墓地のカード全てがマナゾーンへ行きまして、その後にサイバーアイチョイスの効果で、マナゾーンから、トリガー付きカード使うんですが、お、先に。あ、もう召喚する効果を使ってあれですかね、アイチョイスの効果を使わなかったっていう形ですかね。さあ、ちょっと 早かったと思いますが、スコーラーをですね、はい、フルスイングジャイアントでマナから一旦に1回召喚できるので、うんうんうん、呪文5回打って0マナの状態のスコーラーを召喚で、ザーディクリカで相手の、デッドダム破壊してワンドローで、左側のセイナ選手のターンに帰ったっていうところですね。もうドラゴハリケーンエナジー入ってましたね。そうですね、ドラゴハリケーンエナジーも入ってますね。確かにロマノフとか増えますからね。そうですね、ドラゴハリケーン、かなり古いカードですよ。おっと、まさかのシャコガエル、シャコが出て、さあ今度のシャコガエルはシャコパンチではなく、さあデッキを、あ、しかもナワネバーからナワネバーで、あ、呪文打って終了時ザーディクリカ引き切って、これでゼロマンドスキャット、ああ、エクストラインですね、おめでとうございます。おめでとうございます。予選第6回戦は画面左がセイナ選手勝利になります。いや、素晴らしい、帰ってきましたね、帰ってきましたね、帰ってきたマーシャルクローラー。え、これマーシャルクローラーで GP2 回取るとか、うん、あるかもしんないね、あるかもしんないっすよね。これは確かにさすがにそうですよね、マーシャルで取りますよね、ドラグハリケーンじゃないですよね。そうですよね、さすがに代表カードはね。すごいな、すごいな、未来設計図に感動しましたね、僕は。うん、いい動きでしたね、あれは。なんかそうですね、結構普通に見たら3ターン目の初動を持ってきたいのかなって見えるんですけど、山を掘り切った後にそこでちゃんとボトム固定がされていると。後々生きてくるんですもんね。いや、そうなんですよ、それがだって2マナのカードですよ。そう、すごいいろんなものがいろんな伏線になって最後に大回収されるっていう、なんかむちゃくちゃ面白いデッキですね。なんか一本の映画を見ていたかのような、ね、そうそう。いやー、これは確かにシークレットテクだ。いや、そうですね。おー、いや、ドラグハリケーンエナジーも何かまた別のシークレットテクがあったのかもしれないですよね。ってなるとまた本戦とかで見たいですよね。そうですね、見たいし、これは毎回相手面食らうんじゃないですかね。いや、食らいますよね。でもあのデッキやっぱりシールドトリガーがめちゃくちゃ熱いので、結構アポロとかその悲嘆みたいなデッキが殴ってきても、うん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 、そう、シールトリガーで返せてしまうんですよね。大丈夫だし、ジャオーガのやってることがあんま刺さんないですよね。刺さんないですね。いやー、すごいな。いや、これすごかったっすね。でこれで6勝0敗ですもんね。そうだ、はい、あらー、そんなね、久しぶりのマーシャル使いがその辺にやってきております。はい、じゃあどうぞ、セイナ選手にお越しいただきます。マーシャルじゃん、マーシャル。マーシャルですよ、今日は。おー、マーシャルね。これそう、一応始まる前にシークレットテク使いですよみたいな案内だけ届いたんですよ。あ、そうなんですね。でも中身わかんないで何使うのかなと思ったら、マーシャル。いや、いい感じになりました。これ相当多くの人が知らないんじゃないかなと私は思ってるんですけど、どんな感じなんですか、このデッキ。多分デッキタイプ自体はいるんですよ。あ、いるんだ。なんですけど、多分中身が多分4000人おっても絶対40枚被ることはないと思います。ないなと思いましたね、っていうぐらいの枚数配分にしてるんで。おー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 、ちょっとここでは大声では言えないですけど、はい、そうですよね。まあ、いろんなものが多分画面に映って若干分かったこともあると思うけども、でもいやいや語らないです。
いや相当だから、じゃあ、ね、セイナ印のチューンがされてるんですよね。あ、まあそうですね。だからその最後ブライズ投げるときにちょっと時間がかかっちゃって、うん、どこに何があるのか、あと未来設計図で下に行った枚数がどうのってなって、で期待値計算して、うーんみたいな、で上2枚だけ分かんないって状態なんです。はい。でも7枚あるし、うん、あるだろうみたいな。さすがにブライズ行くかみたいな。まあじゃないとブレインスラッシュが両方成立しないから。そうですね。盤面で水と闇を成立させたかったんですよね。マークロが手札に来ちゃってたんで。来てましたね。で、あそこでローマの挟むと足りないんですよ、山が。はい、だから、あそこはブライズを投げて水闇作ってブレインスラッシュを有効にしてっていう形ですね。そうです。そう。懐かしいものを見せれたと思います。いや、そうですね。それが何より。すごすぎて私は若干分かんないままおおって言ってたんですけど、2人が的確に分かってたんで、そうおーおーおーと思いながらね。いや、未来設計図が素晴らしかったですね。あ、そうなんですよ。もう2ターン目に唱えてボトム固定しつつプラスで初動を持ってこれるっていう。そうそうそう、2でもいいし、なんか5ターン目ぐらいの 2-5 の動きでもいいんですよ、っていう、まあなんか強い。いや、めちゃくちゃいいチューニングだなと思いましたね。でもあれですか、一応あの、まあ、相手先手だった前提だったじゃないですか。先には5ターン、5マナ目を迎えて、あのザリ出てきて捨てるなよみたいなことはやっぱ若干願うんですか。まあ、思うんすね。どうしてもやっぱあのマナ息でリソールはやっぱり辛いっす、辛いっすよね。でもザリ出されてしばらく悩んでからないんだなってほっとしますよね。してました。そうそう、やっぱそうなんだ みたいな。いや、怖かったっす。なるほど、面白かった。でもどうすか、実際まだが必死受けていく、持ち込んでここまでちゃんと全勝できてますけど、感触的にはこれ俺2回目あるんちゃうぐらいのことは思ってます。いや、僕は2回目狙うつもりであのデッキ使ってます。いや、やっぱそうですよね。マーシャルクローラーで2連覇というか、さすがにマーシャル使って負けるわけにはいかないんで。そうですよね、好きですもんね。そうなんですよ。愛知県の部屋は俺が守るんで。バイクの選手も愛知県のプレイヤーなんですよね。そうです、そうです。やっぱ顔見知りは顔見知りです。相手もなんとなく知ってんですけど、自分がこれ使うわ。あ、もう多分バレてたましたよ。なるほど。普通に開始の段階で、うん、もちろんフルスイングですよねって言われて。言われたんだ。あー、すげえ面白い。でも僕は分かってなかったんですよ。ああ、相手がね。僕は魔道具だと思い込んでて。はい。ボルカニック、そんなバカなんだよ。最初のチャージそうでしたよね。おお、そういうこともあるかみたいな。いや、だから本当に、まあ、祈るだけでしたね、最後は、うん、あ、どっかでも祈りポイントがあるんですよ、ロマの。まあ、ありますよ ね、それはね。で、実際一回外したじゃないですか。ああ、今日ついに外したかと思って。あ、ここまでは外さずに外してなかったんですけど、まあさすがに外しますね。まあでも勝てる試合で外してた方が外し得ですよね。あ、そうそうですね。マジで本当になんか外しストックが溜まってっからね。いや、そうなんですよ。将来用に今一旦リセットされたんで。そう次からは。いや、ただこっからまだ油断できないんですよね、 GP。 そうね、何が来るかね。から、まあ、あと3勝、まあ、2勝1敗でも多分上がれそうかなと。いや、3回こけるあるんで怖いんでこのゲーム。いや、もうこのまま流れで取っちゃってください。取りたいです、これは。まあ、でもだから多くは語れないと思うけど、だからで流行ってるデッキネタは結構有利印つくんじゃないですか。あ、そこそこつくと思います。逆に言うと変なデッキに勝てないんで。はい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 。今のところは順当に予想通りって感じなので。僕中学生とも対面したんですけど、中学生ですら自然闇水のアナジャオガを使ったんで、勝ちに来てるなーみんなね、皆さんね。そうなんですよ。いや、いるじゃないですか、記念に出てる。僕の知り合い、メカ使ってるとか言ってるんで。いやいや、メカも、メカもいいデッキですよ、メカも。私はメカが好きだ。メカをディスってるわけじゃないんですけど、そう。なるほどね。まだ6戦目が終わったとこで、まだまだ長い続きがあります。なんでぜひこの後に向けて体調整え直して、はい、はい、この後も頑張っていただければと思います。ありがとうございます。はい、セイナ選手にお越しいただきました。どうも、ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。メカはいいぞ。いや、メカはいいですよ。これスライドにもね、メカ実は乗ってるんですよ、ね、あ、乗ってたよね、乗ってたし、メカは原さんおすすめデッキですか。原さんご家族がね、ご家族がね、はい、本人と息子さん両方が推しております。あとドラちゃんもね、めちゃくちゃメカ好きですよ。あ、確かに、さっきメカトークしてたもんね。メカトーク
あの10月パックにもね、10月次の今月出るパックにもいいメカがいるぞって確か話をしてたかと思いますので、はい、メカにもご注目ください。はい、というわけで第6ラウンドをご覧いただきました。はい、大会放送まだまだ続いてまいりますが、一旦ここで CM をご覧いただきます。 CM どうぞ。